ゆうた、ゆうま、ひゅうが、泣き虫はかさぶた多め、やまと、カムラットです。今日は何？今日は流行り。流行りには敏感でしょうかっていう話題なんですけれど、俺じゃね、一番流行りに敏感なのは。あ、そうなんですか。うん、別にエピソード持ちなわけではないけど、一番敏感な自信があるハマってるものとかさ。ハマってるものは僕のヒーローアカデミア、けど知ってるよ。だって最先端も呪術廻戦とかさ、鬼滅の刃遊郭編とかさ、知ってはいるってことがもう敏感なわけやん。あ、ね、そしたら俺らは全員敏感になっちゃう。いや、あっちゃんとか絶対知らないから。ノー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 。じゃあ今一番流行ってる食べ物なんだ。食べ物は、食べ物じゃなくてホテルでもいい。え、あり。その飯まで、どの面接でも受かるわお前。まあいいんじゃない。ホテルで教えて。入ってホテル。ホテルのあり。あの池袋に来月できるんですけど、サウナ付きの一泊二人で一泊一人7000円。むずい。えない。え、普通に二人で行くと一人7000円だよ。これしかもギリギリに見てたやつ。オープニング撮る。え、ユーマなんかないの？それ流行りのなんか食べ物とか。まあ、流行りのネットフリックス。今学校があってやつ。今私たちの学校。ああ。タイトル読む。今学校は。やっぱ。最近ねタイトル長いの思って覚えられないんですよ。すごいじゃんネットフリックスさん。俺でもタイトル長いで言えばね、うちの優太くん主演の、ああ全やめね、ちゃんと言える全やめのタイトル、今全部やめてきました。ああ、違うわ。違う。全部やめれたらいいのにです。全部やめれたらいいのにです。いや、主演やろ。あ、てか主演か。え、ってことは、じゃあ今俺らはルーキーズのアニアさんと喋ってて、ルーキーでしょって言って、いやルーキーズだよって言われてるってこと。そう。ふわ。いや、お前らやばいよ。今滝谷源氏の目の前でクローズドに出てましたよね。そういうことだよね。それはやばいな。そうね。まあ主演っていうよりダブル主演だな、多分。女性がいて俺がいてダブル主です。真っ黒の新商品です。ダブルシューズバーガーだ。いいね。今何話ですか？今2話です。でもユーマはね3話まで見たって言ってたよ。あ、まあ3話出てるからね。0、1、2で今2話だから。あ、いや、ユーマはその次の3話を見たって。もう見たの？まだ撮影してないよ。俺僕フーディンだからさ、未来予知で見ちゃったの。おお。どうもフーディンです。フーディンです。見たことにしようとするんで謝るんじゃなくて、フーディンになってみたとか。普通はごめんごめんって言う。僕フーディンなんで。まあ気まずくないもんね。気まずく見たことにすればフーディンになる。ということで、まあそんな流行りに敏感なコムドットなんですけれども、まあ一個今とんでもなく流行ってるものがある。で、まあちなみに僕がその流行りの最先端にいるという自負をしているんですけれども。うわ、あ、行きますよ、これは結構。あー、じゃあまずその流行ってるもの発表したいと思います。なめらかプリンパフェです。で、本日はこのプリンパフェを題材にした企画を取っていきたいと思います。はい。ということで本日の企画、東京にあるプリンパフェを全部制覇したいの旅。まあ、まずなめらかプリンパフェっちゅうのがどういうものなのかっていうのを説明していきたいんですけど、これ僕が今ハマってる食べ物なんですけど、ミニストップさんでね売ってる商品なんですけれども、ミニストップってやっぱアイスとかパフェとか美味しいイメージすごいあるでしょ。多分これ俺ヒューガに植え付けられてるんだけど、なんかミニストップ通った時にアイス食べたいなと思って寄った時にプリンパフェがなんかこう入ってきたのよ。食べたら世界一美味しかったの。並べるならカルビと同じぐらい好き。おお。食べた日にまあもう一個食べたんだけど、で次の日もその次の日ももう毎日今食べてる。で、この間さ、みんなで仕事行った帰りにわざわざミニストップ寄ってみんなで食べたでしょ。まあけどこの流れあんま好かんな。だってお前可愛いと思ってるでしょ、プリンパフェにかまってること。じゃあさ、やっぱさ、ヤマトってさ、なんかさ、物事の流行らせ方強引できしょいよね。頼むから協力してくれ、プリンパフェを流行らすのみたいな感じで俺を引き込んだりするやん。ピエロの時、ピエロ出て、ピエロ出てみたいな。はい、ここでピエロ出て写真撮ろうみんなでお願いみたいな。なんかもう激キモいよね、そこは。否定したいんだけど、可愛い狙いではないですよ。可愛い出会いっていうかあれだよね。俺からするとちょうどいいのよ。普通に買えない値段や。これ1個350円なんですよ。ちょっとプチご褒美みたいな。若干ハマってんだろみんなも。正直俺甘いもん好きだけど得意ではないのよ。で、俺ハーゲンダッツが3分の1しか食べれないんで、そんぐらい無理だけどプリンパフェは2杯ぐらい無理だ。あ、これゲーよね。
途中でプリンになるでしょ。あ、うん、食えんだよ。俺そこまで好きなんだよね。バニラのアイス。アニラさっき出てきたからな、ヒューがアニラって出しちゃったからさ。いやてか俺一個だけ物申したいんだけど、絶対もうちょっとザラメ入れてほしくね。あー、それわかる。いやめっちゃ好き、俺より好きやった。いやだからもうそういうのも言うのやめよ。俺が否定したら悪く映る。肯定しかできない状況を作り上げてさ、自分は味覚すごい正しいみたいな感じで味覚オンチョくせに誰が味覚オンチョや言われてたよね。俺とボンとマツゲンとゴータでプリンパフェ買いに行ったんだけど、その時にやっぱ話題になったのが、ヤマトは下バカだから甘いの重なってるプリンパフェが好きなんだよ。バニラにプリンっていうその甘い甘いが美味しいと思ってるんですよっていう風な盛り上がり方やっぱしちゃってたからすげえ言われてる。誰が一番下バカかな俺ら。え、ヤマト、いやマジヤマト甘けるうまいとか油多けるうまいとか、そういう感じだよねやっぱり。でも俺は俺より下バカいると思う。ゆうた、なんでやねん。いや下バカ顔やん。いやけどね、まあ、下怖いではないやん。別にいろんなもの食べるの好きだけど、まあ、下バカな方だと思うよ。あおかしい。いや何でもうまいうまいよ。何でもうまいって言うわ。バカか、キューガなんて常に食ったものが世界一うまいんだからもう。違うよ、それは違う、幸せなことだろお前。だからまずいがないの、嫌いなもの以外は。うまいの中でこうやって、どっちなんだろうね。それとまずいものもさあるわけやん。それを見破れる方が下バカじゃないのか。いやでもユータはあれどっちか分かんない時は全部まずいって言うやん。ユータは基本的に料理にも舐められたくないから。バカ野郎か。舐められるやん。厳しいシェフぐらいと思ってるけど、俺下めちゃくちゃいいから。こいつなんか食ってうまいとかまずいとか聞いたことないよ。いや確かに、あんちゃんって言うやん。物に対して感情ないかも。食う前はうわー今日美味しいご飯食べたいとか言っていいの頼むんだけど、食い始めたら全然何も言わないから。いや日がでしょ。俺集中して食い終わった後にうまかったってなって。いやバカ、お前何が集中してるんだよ。いやあんちゃんなんてご飯のことを全然美味しい状態で食べれてないです。いや本当にそうだよ。そうだ、すごいやることあるみたいな顔しながらパソコン触ってく。片手間にねみたいなを熱いご飯とかでやるからね。あれはあの冷めた状態も好きなの俺。やばい今お昼の電子レンジ問題が出てきました。出てきてる。電子レンジやな俺。3分チンしなきゃいけないやつを1分チンしてまだ冷たい部分いっぱいあるやつとかを食べてる。一緒に俺のもお願いとかやると地獄を見分ける。ちょっと凍ってる。特殊だね、特殊食いでみんな。まあ飯ぐらい好きに食うか。まぁちょっとね、話脱線しちゃったんですけれども、本日はプリンパフェの企画ですということで、そのプリンパフェをね、僕は好きになりまして、ストーリーで言ったわけですよ。俺期間限定だと思ってたの。そしたら期間限定じゃないらしくて、ずっとあるやつらしくて、その情報知らなくて、そしたら、私も昔から大好きですとか、DM めっちゃ来て、あ、俺が言ったからが来るかわかんないけど、言ってからさ、もうマジ、売り切れやん。今ちょっとプリンパフェブームみたいなのが起こってるっぽくて、売り切れ散らかしていると。俺としてはちょっと由々しき事態なわけですよ。この好きなものが好きな時に食べれない。だから本日は手分けをしてプリンパフェがまだあるお店を探しに行きます。どっちかっていうと付き合ってくださいっていう。まあ一応今回僕のメイン企画ということで、はい、トーリッピーでチーム分けますか。じゃあおー2チームだ。はい、ということでじゃあ今回俺というたらいいけど、はい、じゃあトーリッシュをしてもらって、トーリッピー、おいベビサって言ったらなあいつなんだよな。決まった、じゃあお願いします。決められない。じゃあ俺選ぼうか先。うん、ユーマ。あっ、ありがとうございます。楽したいっぽい。違う、楽したいっぽいじゃないよ。ダメだな、うまい飯食いに行くの。大丈夫ユーマ。あー寿司とか。パーフェっつってんの。ユータ次選ぶ。あっちゃん、よし、じゃあ行こう、別れて。何何何、ちょいや、どこの店。アホちゃん。あ、俺知ってるから結構行く。え、お前に買ってこいってことでしょ。違うよ、俺も行くんだよ。その場でしか食べれないの。普通にもうさ、どっち乗りたい。いや、いらないとかも言いたくないし、友達に。で、別にヤマトが欲しくないわけじゃないよ。あっちゃんとユマの方が欲しかっただけで。いや、全然ディスじゃなくね。だってさ、友達としてめっちゃ好きだもん。あっちゃんと一緒に行きたい。あっちゃんと一緒に2人がいい。2人がいい。2人がいいって。
じゃあ、こっちは行っちゃいます。あ、出ました。こっからじゃあ2チームに分かれて何店舗で食べれるかっていうことですから、あの1店舗ではあの2個だけ買い占めになっちゃうので、制限時間は2時間にします。はい、2時間の間に何店舗でプリンパフェ食べれる、まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。チーン、チームユータシ、シャー。まあ今日ミニストップをね回っていくわけだと思うんですけども、皆さんこの位置把握的には大丈夫ですか？俺ね、5は分かる。いやけど最近行って売り切れてなかったとこで5店舗ね。お前何プライベートに回ってんだよ。ま、俺ミニストップの回し者なんですけど。何それ、いやおもろなさすぎやろ。びっくりするわお前。下位3人なんやから面白いランキングの。いやいや、これは別に分かってないだけに、ね、視聴者さんが。あ、ほんとゆうたはこっちが来てくれる。分かってないな。そうそうだそうだ。何やねんお前それ、もうね。びっくりするわ。ドライビングはゆうたくんに任せて大丈夫なの？任せて。ミニストップの場所を君たちが心配する必要はない。ありがとうございます。君たちはトークに専念してくれ。いや、やっぱトーク隊長といえばね、やっぱってやばい。もうやっぱってやばいね。やっべえ、前にヒューがいる。あいつ同じとこ目指してんな。あれヒューが？いやヒューがじゃないよ。あ、違ったわ。普通にミスんなよ。じゃああっちゃんちょっとトークぶん回してもらっちゃおうかな。うわ、ぶん回し勇者しちゃっていいんすか俺。なんか聞きたいことないのこの際だから。あんまり二人きりとかになることないわけ。どういうことやねん、誰が省かれたんやろ。綺麗に。あんまその今だから聞けることとかもさ聞いとかないと。じゃあちょっとしょうもない聞き方していい？あ、いいよ。あのさ、お会計でさ、おう169円とかなった時にさ、五円玉作る派？しょうもな。え、どういうこと？5円玉作るわ。いや、待って、しょうもなさすぎる。え、だから5円玉を作るかどうかはあんま興味ないやろ、視聴者のみんなは。いや、あるじゃん、ここに204円を出すか出さないか。ましては214円を出して。ましてやや。ましてはって頼むよ。何そのゴミ話題。だってよ、214円を出して55円にする人もいるじゃん。いや、最初の値段がみんなの頭の中にあんま入ってないからピンとこないよ、この話題。お会計169円。何買ってんの？高めのお茶とかだ。ちゃんとした話題というかさ、盛り上がりそうな話題ね。みんな最近調子はどうだ？え、マジで？そのさ、2人で話すにはもっといろんな話題がある。誰が省かれとんねんって。なんでそのさ、大雑把。おかしいやろ、俺いないことになっとんの。さっきまで3人でワイワイ盛り上がっとったのに。特定の2人きりはおかしいやろ。先生、ゆうた、アマゾン頼んだ時さ、その後の段ボールどうしてる？しょうもな。勘弁してやっちゃう。不義理。お、走行してるうちに着きました。やめて、走行してるうちにとか言うの。走行してるうちに1個目のミニストップに着きました。どうする？誰が最初に行く？ジャンマキ行こう。いや、ジャンマキっていうかお前が全部行け。お前の企画なんやから。お前が見つけた時テンション一番上がるやろ。じゃあみんなで行こう。いや、みんなはいい。みんなは意味わかんない。一人待ってて、あった、なかったのリアクションがあった方が絶対面白いから。絶対あった。俺が満面の笑みや。ヤマとかあっちゃんか、ヤマとか。じゃあ、ゆうたって。なんでやねん。俺とか超リアクション薄いよ、あったとしても。まあいいよ、別にリアクションはその、撮んなきゃいけないものじゃないし、俺ら素で YouTube やりたいって言ってるわけ。じゃあちょっと見本撮ってきてもらっていい？いいよ。じゃあ行ってくるぜ。はい、行きます。あるのか、プリンパフェ。ある。あれ、あれ、ない。やぶれ、何言ったの？なめらかプリンパフェを2つありますか？売り切れ。なるほど、なるほど。そしたら練乳あまおういちごのソフト、ミックスを1つ、いちごを1つ、あとショコライチゴソフトを1つということで1店舗目売り切れでした。食べたかったのに。はい、ということでゆうまくん、僕たちはどうしましょうか？まずは迷うよね。迷うって言ったら、そのどのミニストップに行こうかっていうのじゃなくて、ミニストップとか無視しようか、ミニストップちゃんとやるかってことじゃない？多分そうですね。1店舗も回らないか、1店舗ぐらい回っとくかっていうところですね。まあ一番丸いのは、普通にふざけて飯食って最後プリンパフェデザートにして終わりみたいな。ああ、めっちゃ丸いよ。めっちゃ丸いよね。で、なんか丸いのがいいやん、この年になってきてさ。なんか丸リと龍河みたいなのがあんじゃん。そうですね、丸リ龍河ですね。丸リだから、はい、シンプルにやっぱさ、楽しむべきじゃない？ちゃんとさ、美味しいものを作ってくれてるわけだから、ミニストップさんが。だからちゃんとこう、デザートとか楽しみに俺らも使った方がさ、何個も食ってお腹いっぱいみたいな、まあ、くどい商品みたいなするのも申し訳ない。魅力を伝えていく目に関してはやっぱこういうやり方も大事やな。まあこれが普通の人の食べ方ですからね。うん、
めっちゃさ、俺今ダイエットしてんじゃん。はい。だから迷ってんのよ今、飯何食うか。いや、わかるよ。だからちょうどいい感じにしたいよね、お互い。ネギしとけか。ネギしの方が米抜きみたいな。米抜きみたいな。撮影もしやすいですし、めっちゃネギしく雰囲気出しておこうぜ。どうしましょう。まあ、じゃあネギし、ネギしにしよう。ネギしにしよう。まあ、じゃあ行くか。もう止めて。ネギ、ネギ、ネギいっちゃおうか。ネギいっちゃいましょう。ふいーすー。ネギしでネギしてきまーす。何分経ってるの？絶対短い。6分とかだろうね。2分ぐらいになる気がする。え、けどそんなもんでいいんだべ。飯があってパフェがあって全部で8分とかでしょ。多分だってオープニングがあって向こうの画角の方が長いでしょ。どうする？前日つっても、昼から入れるからもう暑いか。久しぶりに集中できる時間帯から始められてめっちゃいい。あっちゃん、あっちゃん、あっちゃん。でもオープニング長くて激内緒なつらい感じだ。なんかちょっとここ優しくしてあげよう。そうですね、あむぎさんのために。あっちゃんにちょっとずつ優しくしていかないとあっちゃんって腐っちゃうから。もう終わってんだけど。もう終わってんだけど。え、消したよね。え、待って、素材ある？さっきの。いや、それをちゃんと取れてたぞ。取れてない。もうしてないよ。やべ、アホ切り練習なのにアホ切りに見られちゃう。あっちゃんに優しくしないと腐っちゃうとか言って。ごめん、やっちゃえ。ごめんごめん。マジでなんで。あ、なかった。なかったでしょ。じゃ行こうか。次どこ行くか。いや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 、何持ってんのとかないんかい。あの、見えてた。あれ、何？あれ、プリンパフェが見えないな。ヤマト一人で行って帰ってきてリアクション楽しみにするとかがなかったんだよ。本当に最初はもちろん見えてなかったよ。お前行ってくれよのノリの時は見えてなくて、もしかしてと思ってパッて見たら、もうヤマトが立ってレジ並んでるのも見えたし、看板も全部見えてる。だけどプリンパフェはね、確認できないんだよ。あのね、プリンパフェ売り切れでした。え、だからいちご練乳ソフトクリーム買ってきた。あれ、おー、イチゴ好きだよね。もう余計なことすんなよ。余計だった感じ。めっちゃ盛り上がる想定できてるけども。お前だるー。じゃあこっちこっち、ショコライチゴの方。おいおいおい、ショコラ苦手やろ俺。あっちゃん、こっち。ありがとうございます。なんでお前食べねんで。俺はミックスの方じゃあるんだよ。じゃあ今日は仲間として頑張っていこうじゃないか。ありがとうございます。ありがとう。すげえな。うわー、うまっ。これが一番うまいんちゃいますの。これ、これがうまいぞ。いや、これも負けてませんよ。鼻炎やなお前。めちゃくちゃうまいぞ。ルースアップのアイス自体がうますぎるよ。ちょっと代表的なのはハロハロですけどね。あれはもう夏のやつなのかな。ビッグバンのハルハルやん。いや、あのエビフライつける。タルタルやん。だるいよお前。汗ダラダラやん。え、お尻の穴ってこと？お前ダルダルやん。いや、アナルアナルやん。すげえやだ。もう俺本当に嫌われる、マジで。これさ、本当に言ってなかったんだけど、二人のために。お前ら二人、俺の友達からめっちゃ嫌われてる。俺とあっちゃんが一番平和やで。いや、平和だよ、平和だけど、キモいやんだって。あ、キモいけど、ゆうたもキモいやん、だいぶ。うん、いや、俺も嫌われてるよ。あ、え、そうなんだから友達少ないやん。いや、嫌なんだけど、この友達少ない二人と一緒の社内いいの。お前が言うな。お前が言うなって、お前が言うな。お前が言うなって、お前が言うなって、お前が言うな。え、あっちゃん的には、俺とゆうた、どっちの方が普通に友達少ないと思う？ガチで。気になる、マジで。え、ガチで少ない方どっち？ちゃんと考える。うん。いや、マジでしょ。うん。ゆうた。うん。一回待って、ごめん。一回待って。お前はバカか。いや、なんでやねん。ちゃんと頭使って考えた。考えてよ。友達の量の話してんだよ。よく遊んでるかもしれないけど、友達と。同じ人としか遊んでない。いや、言うと、遊んでないもん。お前友達の言ってみろよ。被ってない友達はいいってこと。うん。あ、じゃあ、ケイジ。うん。あと、カズ。あ、まあ、あと、大輝。まあ、あと、千人一川。そこまで友達って呼んでるんだったら。あ、別に友達ちゃうの。え、めっちゃいるぞ俺。今のペースとか多分遅すぎて。じゃあ、ねえ、ウシトラウのペースで言えよ。
いくよ、うん、カズ、龍馬、村島、寺崎、ほら4じゃん、ほら、いやお前3だったよ、俺もバーって言えば、言えバーって言える、言え ABC のテンポで言ってみんじゃん、お前マシバ、ハシバ、ナシバ、あ、全然面白くないガチ面白くないよ、お前てかさ、お前自分のこと王様だと思ってんの、思ってんね、面白い面白くないをさ、うん、友達になしつけてんじゃねえよ、だって一番上だもん、俺ここでランキング、うん、もう出ました、数字の、なんか飛んだ飛んだ飛んだ、めちゃくちゃに髪砕いたトーンが、汚い、飛んだ飛んだ、汚い出ろ、お前、あっちゃんってさ、俺に鼻のここ舐められたらお前ゲボ吐けるあ、ゲボ吐くんだ、あっちゃん匂いにめっちゃ敏感だから、なんかめっちゃ臭いもん嫌いなの、だからユーマの口臭とかたまにガチで臭いって言ってるよ、くせえね、自分めっちゃ臭いくせにけど、うん、まあ口なんてさ、人間だからみんな臭いわけやん、みんな臭いけど言ってるのよ、俺はユーマに動画で、やっぱ面白いじゃん、口臭って言われるのって、でユーマは本当に臭い時もあれば、そんな言うほど臭くない時もあんのよ、うん、けど俺が出会ってきた中で一番臭かった時があって、こいつの口ってガチくせんだなって思ったエピソードがあって、うん、大丈夫か、この時期ってさ、やっぱマスクしてるわけやん、でマスクってさ、同じマスク使ったらさ、名前とか書いてないからさ、分かんなくなっちゃうやん、誰が誰のか、うん、普通のマスクこれじゃん、けど俺一時期このマスクをね、いっぱい使ってたのヒューマンメイドので、これのグレーを使ってたのよ、うん、まあその今話のメインになってるお相手さんがうちに来た時に、うん、おー、ゆうたこのマスクいいな、ちょっと一個ちょうだいよで1個あげたの、で一緒やん、で撮影場所で2人ともマスクを外して分かんなくなっちゃってでこっちかなと思ってこうつけたら、もうゲボよりゲボの匂いして、喉に落とされたみたいな匂いしてうんこの匂い、けどさ俺のだと思ってつけてるから、えうわ、えみたいになっちゃって、まあ、カズエなんだけど。タバコも吸えばコーヒーも好きだから、でしかもあの時で失神した時、カズエがびっくりした、さすがにさ自分のマスクでもこんな臭くなったことないわと思って、あいつじゃあ自分がつけてる時反射してくる匂いで意識飛びながら、ね、生活してんじゃねえのかなと思って普段は思わないよ別に、けどマスクってやっぱ匂い染みつくからさはい、じゃああっちゃんにもう買ってくんな、絶対プリンパフェ以外のもの本当に食うの遅いんだから美味しい美味しいけど超時間かかる、今じゃあさ5秒ぐらいちょっとトップスピードで食べてどんな返事やねん、よーいスタート、やらされてるからすごすぎだろお前企画ハビじゃねえよ、あっちゃんってもうほんと俺いつまでたっても可愛く見えちゃうわ、何じゃん、女チョコとかつけてさ、ちっちゃな口でモグ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 食べていやでも俺もさあっちゃんのことすげえ可愛いと思うのよ、うん、こいつ愛くるしいなみたいな、愛くるしいほんとに思うけどめっちゃ変態やんそうだからそこでキモって思っちゃうけど、ね、これ上からとかじゃなくて俺よりも圧倒的にちっちゃいし、顔とかもさキャラクター顔やで行動とかもキャラクター行動や、うん、可愛いなと思うんだけどめちゃくちゃ変態だからドキュー、ドキュー変態って言った瞬間冷めんだろうなそれをね目の当たりにしたら冷めると思う、面白いほらこことかにいっぱいコーンのカスこぼしてるのとか超愛くるしいわけ人の車でさ、すいません、裏でやっぱ運配の予約して楽しみにしてますからまあじゃあそんな変態助手席に乗せて2店舗目向かいますか、お願いします、ゆうたくん、ご飯食べに来ちゃいましたね、はい、しょうがないよね、はい、ちょっと高そうな匂いが上からしたんでデパートの屋上らへんに来ちゃいましたちょっと見てみる景色ということでね、景色のいいよレストランに来てしまったんですけれども、はい、先ほど話したことに同様、プリンパフェを無駄にはできないということで口をしょっぱくしてデザートを食べたい人間になってから行こうという、うん、大人のプリンパフェのたしなみ方をこちらは私に行こうかな、向こうはなんかがむしゃらに何個食えるかみたいな、ガキですガキです
多分やってると思うんで。マジでユーマ、こうユーマが昔なんかおじいちゃんとかに連れてきてもらってたレストランみたいなことで。そうなんですよ。思い出のね、エビの蒸し餃子みたいなのが届いてるんで、はい、それちょっと食べていただいて。実食してもいいですか。はい。いただきます。ありがとうございます。めっちゃエビでうまいよ。めっちゃエビでうまいな。エビの風味がやっぱ違うと思うから、じゃあいいですか。エビだ。エビが入ってるね、一匹ぐらい。マジで入ってる。ね、すごい美味しいですね。美味しいです。続いてこれも僕のターンで食べちゃっていいですか。はい。エビの甘辛、うん、炒めみたいな。うわ、米食いてダイエット中だからおかずしか食べれないんですよ。どっかーん、チンジャオロース大好きなんですよね。いただきます。うん、うまい。チンジャオロース俺も食べたい。一味違う。なんかピーマンがやっぱ鮮やかっていうか。そうですね、なんか綺麗な色してる見た目が。うん、グー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 、肉がしっかりしてる。めっちゃ美味しい。うん、やっぱバカにするんじゃないわ。分かるもん、うん、これは俺らいい舌だ。いやマジいい舌だ。分かんだもん、俺にエビが入ってるとか、うん、言うとマジ分かんないですよ。でも本当に普通のチンジャオロースとかはね、マジ言うよね。うん、いやなんならちょっと重いとか言うじゃん。言う、うん、バカだよあいつマジで。ヤマトとかも足薄いとか言うたら。確かにバカばっかりだわ。こんな感じでレストラン来ましたね。素敵ですね。企画に沿ってないとかいう悪口は一切受け付けないですよ。受け付けないよ、企画に沿ってるもん。パフェを輝かせるための前菜と言ってます。そうです、そうです。いやしかもあいつらがね、今冷めてるんでしょ、きっと。絵的に。なんで、あの車でぐるぐるする感じは出してくれてるから。うん、うん、だから料理を食べてればいいんだよね。うん、練習中お腹空いてるあっちゃんが見てるのかもしれないんですけど。はい、チンジャロース美味しいよ、おばちゃん。ちゃんとチンはするんだぞ。そうね、お前バカにしちゃうんだから。まあじゃあ食事していこうか。はい、はい、いただきいただきます。はい、ということでね、もう2店舗目のミニストップがすぐそこにありますよ。お疲れ。お疲れ。行こうか。誰が。ここは俺ヤマトなんじゃないかな、うん、俺もそう思ってた。ある時の一発目の感動はやっぱヤマトに味わってほしいから、あるまではヤマトや。まあ全然ええで。まあでも意外ともう制限時間がないから。ないない、本当にない。急がないと。おめえが買ってくるからやろ。一がー。え、じゃあいらなかったなら返して、俺食べたいから。ごめん、それは返せない。こっからはもう本当プリン一択にしよう。買ってくるなら飲み物にして。あ、なんか食ってるよ、あのおっちゃん。あいつ、うわ、いやプリンパフェなかったからこんなやつ食ってんだろ。あいつ海賊だ、絶対全部あるやろ。一回取り押さえてこい、ヤマト。さあ、プリンパフェ海賊団の船長だな。許すな、許すな。いけいけ。なんか完売じゃねえかよ。2店舗目もダメだったんで、飲み物を買っていきたいと思います。うわお帰り。よっしゃ。あ、どうだったんだよ。2店舗目。はい。売り切れでした。あー。もう大人気やん。ダメでした。でも飲み物買ってきました。おー。ありがとうございます。じゃあ、混ぜろー混ぜろー。いや、お前、マジだれ。お前、ストローのこと？いや、マジうざい。もう、マジでうざい。何か。パートのおばちゃんが頑張って作ってくれてんだろうが。じゃあ食べるけど、そんなお前さ、それペットボトルでオレンジジュースとか水でよかったよ。昨日の常識は今日の非常識、ヤマト。ヤマト、お前余計なことすんの。何が余計だった。だって飲み物は欲しいっつってたからちょうどよかった。飲み物じゃねえじゃん。飲み物じゃん。これ食べ物ね。もう、じゃあカレーは食べ物。じゃあ天ぷらは揚げ物。じゃあアムギリはゲテモノ。見せ物や、お前。見せ物。どっちも最低や。なんかさ、いつかコムドットでさ、垂れ幕みたいなところにさ、5人で顔出したかっこよくね。コムドットミニストップコラボ、ね、お願いします。ぜひミニストップさんこのね、プリンパフェの企画で。だからミニストップの偉い人に届いたらいいよね。うん、だからミニストップの社長さんの娘さんね。で、何歳想定の娘やってほしい。
高1ぐらいがいいかな。15歳。はい。じゃあ、あとやって。俺だもん。めんどくさいな。ミニストップの社長、娘、用意、アクション。ただいま。パパ、コムドットって知ってる？おー、知ってるぞ。ミニストップと仕事したいって言ってたよ。まあ、コムドットを見てんのか。話題見てるよ。どうなんだ、お前の目から見て、最近のコムドットは。いや調子乗ってんね。調子乗ってんのか。うん。まあ、じゃあ一回任してみるか。演技の仕事を待ってます。お父さん役。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ一応あの後カメラ外でじゃんけんっていうものが繰り広げられて、僕のごちそうっていう感じになって、まあ二人で行って1万円近くしましたね。そうだね、ごちそうさまでした。ああ全然ですよ、じゃんけんですよね、しょうがないですよ。カメラ回してない方がじゃんけん盛り上がりました。盛り上がってやばかったね。店内の人みんな巻き込んでじゃんけんして、すごい。でお前も入んのかよ、お前もやんのかよっつって、で全員でやった結果で俺が怒ったけど、みんな分。まあすごい美味しかったね。もう何の企画忘れたもんね。なんだっけあれじゃない、吉祥寺ぶらり旅みたいな。あ、みたいな感じだっけ。対決、あいつらはなんでいないんだ今日。まあぶらり対決ロケみたいな。うんうんうん。あああっちもぶらり。プリンパフェじゃなかった。あ、そうだそうだよね。プリンパフェか。プリンパフェだけデザートに食うか。そうだった、俺らズルしてたんだった。そうだ、忘れてたね。やべえ、幸せすぎて。いやまあけどいいんだよ、プライベートをさ動画にしてるのが YouTuber なわけ。やっぱさそういう部分を見たいって言ってくれたりさ、いろんなことを言ってくれるから、あのファンの方も。まあ講師近藤が僕たちの仕事ですから。あの入り組ませたんだもんね俺らが。うん、一回止めれば勝ちだね。あっ、ありがとうございます。まあそんなこんなあってね、プリンパフェ一応食べようということでミニストップに着いたよ。着きました。うん、ミニストップについて、まあ売り切れてるっていうのも俺も知ってるし、結構本当に人気になっちゃってるから、まあ、ちょっと2人で確かめに行こうか。行ってきます。行ってきます。よし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 、ここあるかな。はい、ということで入ってきます。品切れだ。ないんだ。めっちゃ人気。うわー、だからヤマトが揚げたからだ、やっぱり。まあ普通だとめっちゃ美味しいからっていうのもあるけど、まあ普通に食うか。違うの、どうしよう。他のやつ流行らせちゃって、なめらかプリンパフェから目そらさせて、プライベートで食べようさせた。そうだ、そうしよう。じゃあ買っていきたいと思います。ポジティ3店舗目のミニストップに到着いたしました。ほうほうほう。あ、あんじゃない、ほら、これはやみつき。やみつきなんて入ってなかったよ、プリンの中に。やみつき CI。 え、なんだっけ、やみつきプリンチキンだよ。チキン、あれ完売してる。いや、完売じゃない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 。ちょっと待ってよ、これマジヤバくね。全部完売やん。やばい、ありえんのこんなの。もう二度と食えないんか。じゃあえぐいな。誰が行く。いやいや、完売の写真撮ってくるだけや。完売の写真撮ってくるだけなら、まあ行け。あー、じゃあ俺行くわ。本当に完売してるわ。うわぁ、完売してたわ。いや、でももう本当にないね。本当にないね。まあ本当に嫌われるだろうね、プリンパフェ愛好家の人から。まあ元々のね、元々俺より先にプリンパフェを好きだった人からしたらね、なんか嬉しいですね。どちらかというとやっぱいい影響力の使い方なわけじゃないですか。まあそうね。だってさ、自分のさ好きなものがさ好きって言ってさ、みんながもし食べてくれるとしたらさ、絶対にさ廃盤とかにならない。これ最高ですよね。まあ売り切れになるけど。そうだね。はい、ということでね、買ってきました。残念ながらね、なめらかプリンパフェはなかったんですよ。うん、ちょ、店員さんの話も聞いたら、ちょっと多分YouTuber の方が最近食べてるから多分売り切れちゃったんだと思いますみたいなこと言ってて、あ、そうなんですね、そういう YouTuber がいるんですねみたいなことを言ってきたんですけど、誰ですかね、そいつ。本当にめちゃくちゃ食べたかったんだ。本当に迷惑ですね、うん、そいつ。叩きましたよ、本当に。この口にしてたんだから。そう、なめらかプリンパフェの口で中華食ってたのはね、時間返せって感じですね、そのYouTuber、本当に。じゃあ食べますか。食べましょう。乾杯。いただきます。いただきます。これでだったから滑らかプリンとかよりうまいとかあるからね。あるよ全然。待って、うますぎね。あっ、いちごうま。いちごうま。俺こっちの方が好きなんだよ。俺もこっちの方が好きだわ。え、うまっ。マジうまいやん。こんじゃ、チョコのお前ナッツが入ってるやつ食ってみ。マジうまい。マジやばくね。
うまっ。いや、マジで全然ガチでこっちもうまいな。いや、うまいけどね、全部。いや、俺の趣味うん、ミニストップって本当に多分うまいんだよ、アイス全部うまいわね。うん、まあ、2時間の結果、僕たちは頑張って1店舗回ったんですけど、ミニストップ本当ないんですよ、ミニストップ近くなくて、はい、で、1店舗回れて頑張ったんですけど、結構まあ、そこで売り切れちゃってたんですけど、滑らかプリンがなんで、代わりにこのイチゴのね、アイスを2人で食べたっていう結果になってます。うん、すごい、やっぱミニストップさんすごいわ。すごいです。いいですか。はい、最近ちょっと俺嫉妬なんだろうね。もう嫉妬って認めちゃう、その方が気持ちいいから。なんかあっちゃん、ちょっと他の YouTuber の方に呼ばれまくってる件について、すっげー呼ばれるよ、あっちゃん単品で。ありがとうございます。なんだ、他のやつはキャラ的に弱えですか。いや、幸せですよ。うちの甘切りどうしたいんだよ。だからあれだろ、あっちゃん呼ぶってことは平和キャラ奪いたいってことだよ。一緒にコラボした時に、いや私も実はほのぼのできるんですみたいなことだよな。あ、そうなんだろ。そうなんだろ。お前本当は変態なのによ。お前変態なのに何平和。いや、お前本当ミニクスケ。いや、やっぱいいよ。だって、うん、あっちゃんのそういうさ、ジンさんとのコラボもそうだし、キリちゃんとのコラボもやっぱ見ててすげえほのぼのするもん。コムドットの動画じゃ出ないあっちゃんが出たりするから、呼んでもらうことがすごいありがたいなと思うし。で、キリちゃんとの動画急上昇1位でしょ。すごかったね。こいつね、よその動画出た時マジ1位取る。マジ1位取るよ。マジ1位取る。マジすごいよ。えぐい、ほんとにえぐい。だからゆうたも呼んでくれっちゅう話だよね。まあ呼んでほしいけどね。なんで呼びづらいかな。カノ君のやつには一回出てたことあるけど。うん、いや呼んでください。僕は何でもかんでも、誰でも彼でもってわけではないですよ。もちろんゆうた君もお仕事は選ぶ権利はありますから。はいはい。けど基本的に呼んでいただけたら前向きに検討させていただきますよ。だから今度俺らのチャンネルにもさ、あいつなんだっけ、名前がパッと出てこないな。あ、ケイスケもさ、パッと出てこなかった今。クソすぎたね今。あいつっていうのも悪いし、出てこないのも悪いし、ケイスケって言っちゃうのも悪いし、お前。まあ、つんなこんなあって、つんなこんなあって、これ最終テンポになりそうやな。最終テンポ、ね、これでなかったら企画終了です。うん、まあでもしょうがなくね、それは、うん、だってガチちゃんと2時間やってるもん。うん、行くぞ、ミアラ。乗り込め。オレンジレ、あった、あった、来た、あるよ。売り切れじゃない。なめらかプリンパフェ。なめらかプリンパフェを2つ。2つありますか。なめらかプリンパフェ、はい、あります。いや、あるんですよ。え、ない。ちょっと話変わってくるな。すいません、なかったみたいな。うわマジか。すいません。けどやっぱ希望持たせてくれるわ、ここは。やっぱりファンの子か。なんか食べる、アイス食べる、いちご食べれる。じゃあいちごのアイス買ってあげようか。じゃあ、あのいちごのソフトクリーム3つこう、あ、4つで、じゃあ、はい、あげるアイス。いいよ、みんな食べて。ありがとうございます。いえいえ、お前よろしく。バイバイ、ありがとう。はい、ということで最後のミニストップ確認したんですが、ありませんでした。はい、あらら、なちょっと一回電話するから。かけよう。電話来ました。はい、もしもし。もし、まあ制限時間が終了したんですけども、おー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 、結果の発表といきましょうか。いきましょうか。まあそちらどうでした。食べた個数、惜しくもゼロ。いやー、マジでなかったね、売り切れて。何店舗回って。いや、何店舗も回ったよ、本当に。あ、ちょっと、あ、マジか。やったな、こいつら。ちゃんとやってくれよ。やっちゃってよ。いや、まあ、ダメだね、やっぱこの二人にしちゃうと。何食ったの、何食ったの。売り切れてたんですよ、本当に。なんで、いちごを食べました。あ、パフェだ。だから何店舗行ったの。あ、でも一応2店舗だよ。2時間で2店舗。いや、その1店舗目行ったところが結構遅くて、出してくるのとかが。ああ、そんなもんない、結構早かったよね今のところね、うん、コースみたいな雰囲気が出てた、うん、そうそう。こいつらコース料理食ったくさくない。マジか。何食ったかだけ教えて。なめらか中華。
いや、なんで制限時間2時間の中で中華行っちゃうの？一応びっくりしたよ、俺も。中華行くか、俺らっていうに。めっちゃうまかったね。え、2店舗回ってから中華？いや、だから中華とミニストップで2店舗。うわいれんな、ミニストップの店舗数に。そちらはそんなこと言いながらも何なんですか？いや、俺らなんてめっちゃ回ったからね。え、で、収穫は？収穫、びっくりしますよ。こちらのチームの収穫、くしくもゼロ。全売り切れ。え、てか、じゃあ、何がちゃんとしろだよ、お前ら。結果が全てだろ。そういうことではない、そういうことではない。別にこれ結果を見せるチャンネルじゃないから。けど言っとくけど、店員さんとお話ししたんですよ。そしたらどっかの YouTuber の人があれしたから全部売り切れちゃうんですよねって言ってたよ。だからそんな YouTuber いるんですか、迷惑ですねみたいなこと言っといたけど。なんでだよ。僕たちなんですよでいいだろ。やだよね、そんなの恥ずかしいし、一緒にされたくないからもんね。まあけどすごい楽しい動画にはなったね。まあ俺らもね。でも俺は結構回った、4店舗回った。ああ、頑張ったね。うるせえよ。6店舗のやつが言うやつだ。オッケーオッケー、お疲れさー。まあじゃあお疲れ。お疲れです。はい、じゃあねー。はい、ちゃんとしたデザートが僕たちにあるので、食べていこうか。はい、はい。あ、お金ないよ、お金ないよ。うん、ごめんね、ありがとう。ありがとうね、ごめんね。ありがとう、でね、気をつけて帰ってね。動画見てね。かわいいな。かわいいな。かわいいだろ。地雷女になんねえな、そんな。ってことでね、まあ本日企画失敗とかではない、もう売り切れてるっていうこの現状が確認できただけでもう僕はもうありがたいですよ。で、勘違いをしてほしくないから言うんですけど、さっき僕たちがアイスをご馳走した女の子たちはピチピチの JK でもエロ大学生でもビチョビチョ OL でもありません。普通に8歳ぐらいの女の子4人組です。変態な感じであげたみたいな言われるの嫌やん。絶対可愛いからあげたじゃん、コムドット、いやらしみたいな、全然違うよっていう。いやーけど偉いなー、小銭に持ってきて、ね、お金返しますって。街中でコムドットに会ったからって毎回こういうことが起こるわけじゃないっていうことはさすがに言っておこう。うん、そうだね、切りなくなっちゃうからね。だからまあお気には先に来ちゃう状態ですよ。そうだね、まあこういうこともあるよってことで、はい、じゃあもう本日はこれにて企画終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ぜひね、これがなんかね、ミニストップさんとの仕事につながって、うわすげえなコムドットみたいになったらやっぱ面白いと思うので、結構こういう感じでね、僕たちバズを生み出していく力めちゃめちゃ持ってますということでね、ミニストップの社長の娘さんはお父さんに言っていただいて、ぜひお仕事が実現したら嬉しいです。こういうね、画角を分かれて3人とかで撮る動画も好きだよっていう人は高評価コメントぜひよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でバイバイ。